久保さん今回、給付金の本質にしましょうか、給付金の本質。なんか、久保さん動画を終わったらね、なんか選挙があるみたいですね、それで面白かったのが、なんかその大学生の問いに対して、いろんな党の人、10党ぐらいあったかな、まあ、山本太郎さんとか N 党とかも出てて、立花さんとかも出てて、結構、大学生の素直な質問に対して、大の大人が議論していくっていうね、結構面白かったんですけど。 で、まず給付金。まあ、その大学生の質問がどういう質問だったかっていうと、その給付金の制度っていうのは、その票を集めるための見せかけのものなのか、それとも日本の未来を考えた、ああ、制度なのか、みたいなね、あの、政策なのかと。その質問結構いいですよね。で、それでなんかあだこだ言ってるんですけど、そう。まあ、あの、給付金の本質っていうのは、 あのまあこれは僕の一一人のただの見解なんですけどあの稼げる人がいないっていう <laughs> それだけじゃないですか稼げ,て稼げてないから困ってるだけであって稼げてたら困らないわけですよねでまあその話の後半で結構その教育を無料無償化するみたいな話も結構出てたんですけどどれだけ無料でね教育を提供したとしてもその教育の内容が変わらなければあんま意味ないと思うんですよね 要は日本から稼げる人をどんどん増やしていくっていう教育にしないと、まあ、抜本的なあの、まあ、なんないと思うんですよね弱者を守るいいことですすごくいいことだと思いますただし強者を作っていくっていう発想はないのかなっていうで今の構造上を日本ではあの高所得者から税金を取ってるわけですよたくさんねっ。 所得が増えれば増えるほど税金取っていくわけじゃないですか。じゃあ稼げる人をたくさん作れば税金取れるわけじゃないですか。今の構造で言うならばね。だけどそれをしないんであるならば、変わんないんじゃないかなと思うんですよね。うん。だって稼げる人が、だって稼げればお金使いますから。少なくても水準は上がるんで。あの、久保さんも昔の100万使ってる水準っていうのは、 なんだ、お金を稼ぐことをできなかったとき、例えば小学校の時に月収 100, 100万ぐらい使うとか、無理じゃないですか、稼ぐことで,できてないんだから。久保さんが小学生の時に100万使ってますみたいなないですよね。それは稼げてないからですよね。わかんないから。でも稼げるようになって、それがすごい水準が上がったことによって、使う金額の水準も上がったわけじゃないですか。 うん、だから、まあ、もちろん貯金っていう部分も、貯金していくっていう人ももちろん出るんだけども、ある程度稼げるボリュームが増えれば、やっぱある程度はやっぱ使うお金が増えるんですよ、例えば1億円稼げるのに、ずっと半額のパンしか買わないっていう人は多分いないと思います、ずっとね、うん、それはまあ、食いたいときにまあ選択はあるんだけども、その選択をずっと安いものしか買わないっていうね、月収1億円あるんだけども、ずっと安いものしか買わないっていう選択をする人っていうのは多分いないですね。 うん、もちろんそ,その場は、まあ、僕もそうですけどあびっくりしたびっくりしたなんかいきなり流れだ YouTube あの中田さんですね <laughs>、はい、だからまあ稼げる人を作るっていう日本を盛り上げる、まあ、高度経済成長はものを作って日本っていうのは うんあの世界にのし上がりましたけど今後は情報を使ってどういう教育つまり情報っていう教育ですよねどういうその教育っていうのは情報なんでどういう情報をこう教育していくのか、まあ、そこによって第二の高度経済成長を遂げることができるのかなと若い時からそのお金に関して勉強するとかあの金融を学ぶとかねそういうのをしっかり徹底してそのマネーリテラシーを高めていく。 でそうすることによって、なんだろうな、あの、アメリカンドリームじゃなくて、ジャパニーズドリームっていう言葉が出てくるんじゃないかなと思うんですよね。うん。だから、やっぱ今、今の教育だと、まあ、お金に対しての、やっぱ、リテラシーというか、お金に対しての、その、お金は悪いことみたいなね、お金をもらうことは悪いこととか、お金を稼いでる人はなんか裏でやってんじゃねえか、みたいなね、なんかそういう、やっぱ、風潮があるので、ガンガン稼ぐ、稼ぐことは正義だ、みたいなね。<laughs> うん、でも何やってか、かなんだ、悪いことして稼ぐっていう教育をするわけじゃないんですよ。しっかりとビジネス、なんかそういう、なんか仕組み構造を勉強するっていうような、まあ情報を変えないと多分無理じゃないかなと思いますね。はい。ということで、多分この久保さんの見解をまた面白いと思うんですけど、久保さんの見解、言ってらっしゃる。